南マグロは、スズキメサバカに分類される魚の一種。和名通り南半球の中緯度海域に広く分布するマグロである。インド用で多く漁獲されることから、日本ではインドマグロとも呼ばれる。漁獲されたものは、食用として日本に多く輸入される。人気が高いが、マグロ類の中でも特に絶滅が危惧されている種類にもなっている。制御は最大で、 全長245センチメートル、体重260キログラムに達する。マグロ8種の中ではメバチ、キハダと並ぶ中型種で、大西洋クロマグロ、クロマグロに次ぐ大きさである。メバチやキハダよりも胸びれが、比較的短く、第2背ビれまで達しない。体表は、胸甲部以外も小さな鱗に覆われる。体色は、背面が濃い色。 側面と覆面が銀白色をしている。角ヒレは、第一背びれが広灰色、第二背びれが赤葛色、勝利ヒレが黄色、尾ヒレの付け根の水平流気線は紅白色をしている。太平洋、インド洋、大西洋の南半球のみに分布する。主に南位30度から60度にかけての中位度海域に多い。比較的温暖な海域では、 メバチやビンナガと分布域が重複する。また、マグロに似た、サバ科の大型魚である、ガストロは、南マグロと同様の分布を示す。外洋域の中層に生息し、群れをなして、広範囲を回遊する。食生は肉食性で、他の小魚、甲殻類、糖塞類、サルパなど小動物を幅広く捕食する。オーストラリア北西、ジャワ島南方の段階域が、 産卵場として知られており、繁殖に参加する生魚と幼魚は、水温20摂氏30度の氷層水域で見られる。南マグロはハエナは、巻網などの遠洋漁業で漁獲され、その大部分が日本で消費されている。漁獲量は1960年代から年間5万トン、前後、1980年代後半からは2万トン、前後で推移している。身は、脂肪が多く、 日本ではクロマグロに次ぐ高級品として珍重されている。刺身や寿司種に利用される。ただし、漁獲の結果として50年余りで92%もの個体数減少が起こったとされている。IUCN のレッドリストでは、1994年に CR、マグロ類のみならず野生動物としても最も絶滅が危惧されている動物の一つとして記載された。 このまま漁獲を続けると100年以内に個体数が500匹を下回るとも言われる。1994年には主要な漁業国だった日本、オーストラリア、ニュージーランド三国によって南マグロ保存委員会が設置され、資源管理への取り組みが本格化した。その後韓国、フィリピン、南アフリカ、EU なども加盟国、または協力的非加盟国として、 CCSBT に参加を表明した。しかし割り当てられた漁獲量以上の漁獲が発覚の背景になったとされる。ただし水産庁は、これの懲罰的意味合いは否定し、資源管理への前向きな姿勢だとしているしたり、日本とオーストラリアニュージーランドが国際海洋法裁判所で対立したり、非加盟国による漁獲も続いたりと、課題は多い。また、 南マグロを狙ったハエナーに、渡りアホウドリなどのアホウドリ類がかかって溺死するため、これも問題となっている。食料として見た場合、南マグロの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省は、南マグロを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、 一回に食べる量を約 80g とした場合、南マグロの接触は週に2回までを目安としている。日本では、大西洋マグロ類保存国際委員会の取り決めに、従い、南マグロ等を輸出または、再輸出する際には、漁獲証明書、統計証明書、輸出証明書または、再輸出証明書の添付するなど原産地証明を確実なものとすることが求められる。 パント A1996 タネス・マッコイブ・イン IUCN2007 2007 IUCN レッドリスト・オブ・セレット・オン・ド・スピーシーズ www.iucnredlist.org ダウンロダドン28エプリル2008魚介類の名称表示等について水産庁2013年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ 2013年5月29日閲覧。南マグロ日本過剰漁獲10万トン96年から5年、国際機関調査枠半減の一員に、東京新聞長官 P31998 年と1999年に日本が豪などとの合意が得られない状況で実施した調査漁獲について、オーストラリアとニュージーランドが 国連海洋法条約等に違反するとして訴えた事件。調査漁獲は慎むべきとする暫定措置命令が日本に下った。しかし2000年、この問題を審理していた国際海洋法裁判所の仲裁裁判所は、この問題は審理の管轄外であり、以前の暫定措置命令は無効とする判断を下して、日本が逆転勝訴している。 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課。妊婦への魚介類の接触と水銀に関する注意事項の見直しについて。魚介類に含まれる水銀について。厚生労働省。2013年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月15日閲覧。マグロ類の輸出手続きについて。水産庁。 2018年6月15日閲覧。ありがとうございます。